いつまで寝てるの？もう日は昇ってるんだけど。大丈夫？うちの声は聞こえる？部屋の中から全然物音がしないからすごい。何言ってんの？もうちゃんと起きて。秩序の夢は終わったんだから。一日経ったけど、思い返すと今でも冷や汗が出てくる。危うく列車の開拓が、この、そんな時にグースか寝てられるなんて、あんたって余裕あるよね。うちなんか若干トラウマになっちゃって。そういえば、あんたが寝てる間に、性格の封印は終わったよ。ピノコニーの人たちは、何か、あと調和セレモニーについてだけど、表向きには、未知なる性格の災いに見舞われたため、中止せざるを得なくなったって。今はオーク系以外が、事件の影響を抑え込むために頑張ってるの。列車組も呼ばれてて、あとはあんただけだから、早く支度して。準備ができたら出発しよう。贅沢三昧の生活、イプシロンにそっくり。どう？その質問、ここに来たばかりの時もしてきたよね。うん、確かあの時の答えはノーだった。でもいろいろなことが起こった今、それでもやっぱり忠告しておく。あなたはまだハウンド家の指名手配リストに載ってるから、これまでと違って今回写真に写ってるのはサムじゃなくてホタルだしね。そうだね。カフカの言葉を借りれば、でも自由に行動できないのは不便だな。銀の手を貸してくれない？そう来ると思った。安心して、もう手は打ってあるから。でも目立つことはしないように。ホタルのことを知ってる警備員に近づくのもダメ。それだけ守れば誰もあなたのことは気にしない。ありがとう。どういたしまして、サミュエルさん。この決め結構好きかも。ピノコニーでの任務は終わったわけだけど、この後の自由時間は何する予定なの？天才クラブの人たちも来てるらしい。知ってると思うけど、私の脚本はまだ終わってないの。私があなたをここに送り返したのは、そんな。安心して、脚本には宴の星が3回の死を与えるってことの他に、ここで忘れられない収穫を得るとも書かれてるから、やってみなくちゃわからない。結果が出るまで可能性は無数に存在する。あなた自分の悪い癖に気づいてないんだね。疑問形を使うのはいつも心の中で答えが決まっている時。わかった。じゃあカフカからの伝言を伝えとく。ピノコニーで何かいいものを見つけたら、具体的なことは言ってなかったけど、多分ドレスかコート、あるいはサングラスとかだと思う。了解。忘れないようにするね。オーディショッピングセンターなら選択肢も多いし。あ、ねえ、カフカって綺麗なアクセサリーとか気に入ってくれると思う？そういうのってもっと若い子向けだと思うけど。あとジンが気をつけろって言ってた。多分ピノコニーには他にも誘惑がある。きっと親切心で言ってくれてるんだよね。心配しないで、銀の。私は何もしない。ただ自分の足で歩き回って、もっとこの世界を感じたいだけ。あ、オークロールを買いに行こうかな。ピノコニーに着いた日から毎日一つ食べてたんだ。今日は二つ買うから、一つは銀狼にあげる。君が気に入らなかったら、私は2倍おいしい思いができるしね。あるいはカフカ、もちろん脚本にはこんなこと書かれてない。私はもう自分で運命に新しい注釈を加えたの。
お疲れ様です、トパーズ総監。ファミリーの代表は今も中で準備を進めておりまして、ビッグボスもまだ到着しておりませんので。へえ、この見栄えの良さ。ファミリーは本当に表面的なところに力を入れてるんだ。てっきりもっと控えめでフォーマルな場所を選ぶかと思ってたのに、まさか豪華な飛行艇にするなんてね。総監、これは聞いた話なのですが、この貴重石号はルーサン家の資産だそうです。カンパニーとファミリーの今回の会談はピノコニーの将来の発展に直接影響を与えるもの。本来ならこれほど重要な議題は、しかしこの雰囲気は、どう見ても深刻そうではありません。多分今回の会談はただの前菜なんじゃないかな。企画した人が誰であれか、その大物は自分なりの野心があって、前もって私たちと何らかの合意に達したいと思ってるのか。おお、さすがはトパーズ総監、冴えていらっしゃる。ではビッグボスがお見えになったら。ご親切にどうも。でもあの人には必要はないと思うよ。チームのみんなに伝えて、交渉のことは心配しなくていいから。え、ああ、かしこまりました。あ、そうだ、もう一つ、ジェードさんの前でビッグボスって呼ばない方がいいよ、冗談抜きで。承知しました、ご忠告ありがとうございます。カーブ、お腹空いたの？夢の中の食べ物、きっと味は悪くないよね。カーブ、受け取って。ほらほら、そんなに食い意地張らないの。どうかされましたか？こんにちは。この貴重石号について教えてもらえる？あなたはカンパニー戦略投資部の代表の方ですね。貴重石号のオーナーはルーサン家の当主オーディ・アルファルファ様です。一琥珀期前、オーディ様は大金をつぎ込んでこの豪華な飛行艇を作りました。へえ、オーディさん本人が。道理で船内の装飾が豪華なわけだ。ええ、オーディ様のセンスは非の打ち所がありません。ルーサン家の招待を受けて説明を続けますね。貴重石号はピノコニーの夢の大海原を一琥珀期もの間旅していました。しかし先日起こった騒動により。騒動？ずいぶんかしこまった言い方するんだね。ごめんなさい、続けて。先日美しい夢で起きた騒動のせいで、現在無境を乱していた不安定要素は排除されましたが、その特別な理由によりピノコニー大劇場で開催されるよ。そこでオーディ様は調和セレモニーの会場を貴重石号に移して、その機会に貴重石号の再出航を発表。ファミリーの緊急事態に対処しながら自分の影響力も強められる、まさに一石二鳥。説明してくれてありがとう。じゃあ、弾がこんなにたくさん、一つずつ押してたらどんだけかかるの。まさか本当に全部回収するなんて。あれ、これは、危険ですので、そのボタンから離れてください。危険？このボタンみたいなのって。そういうわけではありませんが、実は最近美しい夢の中で悪さを、当事者たちの話によると、そいつはこのボタンを押せばピノコニーが吹き飛ぶと。幸い犯人の言葉を信じる人はいなかったのですが、念のためハウンド家がこのボタンを回収しているんですよ。ボタンを押したら何が起こるか、本当に誰も試さなかったの？まだ
ピノコニーのこと十分に理解できていないようですね。とにかくこちらのボタンはファミリーが速やかに処分しますので。もしもし、また人材奨励部？内部監査？一体いつまでやるつもり？今は大事なプロジェクトを抱えてて、やり色な案件なら私の処理方法はちゃんと上層部の決議を経てる。本当に理解できない。君たちこの小さな案件に固執してずっと大げさに騒ぎ続けてるよね。うんざりする会話ならそのまま切っちゃえばいいじゃない。あのプロジェクトならうまく処理したと思うわ。氷の星で請求列車に人情を見る。部門にとってはいい商売だった。久しぶりね、エレーナちゃん。ずっと一緒に仕事したかったの。それがこんなに早く叶うなんて。何かトラブル？何でも言って。昔のようにね。ジェイドさん、お久しぶりですね。あなたと一緒に仕事ができるなんて。こう相変わらず堅苦しいのね。上下関係なんて抜きにしてただの同僚だと思ってちょうだい。すみませんが、しばらくは無理かと。何しろあなたは私の先輩ですから。でも今の私たちは同じ銃の赤心よ、トパーズ。あなたにはベストを尽くしてもらいたいの。鋭いあなたのことだから、今回の会談の本当の狙いも。これはおそらくオーディが独断で進めたことですね。カンパニーとピノコニーの正式な会談の前に。正解。でもその方が都合がいいの。なぜだかわかる？もし事前にオーディと何らかの合意に達して相手の譲れないラインを探ることができれば、今後の交渉をスムーズに運べるから。ええ。そして大きな声では言えないもう一つの理由は、ルーサン家の当主の行動を通じてあるシグナルを捉えることができるということ。調和の影響が骨の髄まで浸透していない限り、個人の欲望は常に存在する。幸い少なくともピノコニーには完全に私利私欲がないほど、高陰に日向に争っているカンパニーと同じように、五大クランの一つにまとまった心とやらも、夢の主が失脚した今。オーク家が失脚した後、オーディ一派はピノコニー最大の勢力となりました。継承順位だけで考えても彼は現在の当主の中で。そう。だからこれからの会談は事前に話し合った戦略に沿って進める必要がある。はい。交渉の3ステップは、まず聞く、次に探る。ちゃんと覚えてるじゃない。でも槍色の件ではその順序を変えたみたいだけど。それについては個人的な理解ってやつ。ご歓談中に失礼いたします。当主の準備が整いまして、戦略投資部の代表の方とお会いになりたいとのこと。さあ、お仕事の時間よ。気合を入れてそのお偉い脇役に会いに行きましょう。私たちの目的はカンパニーがピノコニーに進出するための機会を作ること。それ。あ、知的で美しいレディーたち、私の貴重席号へようこそ。さあさあ、おかけになってください。じっくりと話し合おうではありませんか。ようこそ。二人のレディーの乗船を心から歓迎しますぞ。そんなことありませんわ、オーディさん。こうしてお会いできて光栄です。ご存知ないかもしれませんが、オーディアルファルファでは何しろあなたは一人でピノコニーの経済システムを支えるレジェンドですから。さすがは戦略投資部の銃の赤心。お二人とも話術に長けているようだ。私は賢い人と話すのが好きでしてね。形式的なことや表面的なことは省いて。ピノコニーの未来、
私の推測が間違っていなければ。はっはっは、いかにも。一発で当ててみせましたな。ここに来なかった金髪の若者を例にとってみましょうか。彼は大変な労力を費やして、それはカンパニーがアスデナといううまみのある場所を再び手に入れるきっかけを作るためでは。ビジネス界で重琥珀期にもわたって積み上げてきた経験と知恵は、オーディさん、あなたの今の推測が真実だとして、そのカンパニーの一手にどのように対応されるおつもりで。あなたは素晴らしく肝が据わっていますな、ジェイドさん。さぞや多くの場数を踏んできたのでしょう。しかしピノコニーのことはまだ十分に理解されていないようだ。貪欲な狼たちを前に座して死を待つつもりはありませんぞ。どうぞ続けてください。では単刀直入に言いましょう。今回正式な会談の前にお二人と会うことにしたのは、ピノコニーをきっぱり諦めるよう戦略。ここで手を引けばあなたたちも対面を保てる。そして大きな交渉のテーブルでカンパニーの面目を失うこともない。 P45 の幹部が無境の中で襲撃され命を落としかけた以上、カンパニーとしてはそれを見過ごすことはできません。さらに調和セレモニー期間中の騒動、一般人のピノコニーに対する信用はかつてないほどまでに下がっています。あなたがいくら強硬な姿勢を取ろうと、現実的な問題は依然として存在している。違いますか、トーパーズさん。今現実的な問題という言葉を使われましたが、忘れないでいただきたい。この危機に私がどう対処するか知りたいですか。構いません、教えて差し上げましょう。ピノコニーは私の手によって大きな一歩を踏み出す。そう、宇宙で自主上場するのです。自主上場？それはつまりカンパニーを介さずに全宇宙に向けて株式公開するということですか。その通り。ピノコニーが少しずつ蝕まれていく様子を黙って見ているくらいなら、美しい夢の扉を全宇宙に向けて開放した方がマシですから。この銀河にいる志ある者は今日から誰でも夢の地の株主になれる。これが私の貫く調和の道なのです。この改革はもっと早くに行われるべきだったのですが、秩序にとらわれた奥家は融通が効かなくてね。その名の通り、木のように硬直した彼らの思考は私のような老いぼれにも及びません。ですが先日のちょっとした騒動のおかげで、私の改革を阻んでいた最大の障害も消え去りました。ルーサン家は美しい夢の楽園の決算書を全宇宙に公開します。たとえ災いを経験しても、ピノコニーは依然としてポテンシャルとチャンスに満ちている。そしてファミリーも未来に自信を持っていますから。ピンチはチャンスでもある。あなたはずっと待っていたのですね。ピノコニーが再び人々の注目の的になるその時を。この機会を利用してピノコニーが難局を乗り越えられたとしたら、
後からカンパニーが介入しようとしたところで、私たちの一挙手一投足は多くの人の目にさらされることになる。ジェイドさん、あなたは本当に私の伝記を熟読しているようだ。では次の一手はどうすればいいのか、よく考えてみてください。ここまで膨大な情報となると消化するのにも少し時間がかかりますね。オーディさん、階段の前半戦はここまでにしましょう。少しの間トパーズと二人で協議させてください。その後改めてカンパニーを代表して返答させていただければと思います。もちろん構いませんとも。どうぞご自由になさってください。ルーサン家がカンパニーと会談を。あのカンパニーの使者からの情報だ。彼は形式的なものだと言っていた。まあ無理もないだろう。今のピノコニーはかつての辺境の監獄のようだからな。外では民衆や銀河の勢力が虎視眈々と狙っていて、うちでは秩序の影が水面下でうごめいている。副杯に敵を抱えるよりも一歩引いてカンパニーを交渉のテーブルに招いた方がいい。表向きは協力としているが、実際には自分たちが生き残るためのチャンスを求めているんだ。請求列車に仲裁を頼んでくるのも納得だな。ベルトさんの考えでは俺たちはどちらの側に立つべきだと思う？俺は調和が完全なる被害者だとは思わない。どんな理由であれ彼らは事態を静かに収束させたいと強く願っている。ファミリーかカンパニーのどちらかが完全にピノコニーの実権を握ることになれば、ここはまた道楽にまみれた美しい夢に戻るだろう。そうなれば過去の七死人の努力はまたしても水の泡になってしまう。あ、来たか。よく休めたか？ぐっすり寝ていたから邪魔しないでおいたぞ。どんなに長い夢だろうと、目覚めの時は訪れるものだ。ピノコニーでの俺たちの冒険も終わりに近づいている。エナの夢がついえた後、モントール星系にいるファミリーが風の噂を聞きつけて現れ、すぐに現場をコントロール下に置いたんだ。オーク家のほとんどのメンバーは意識を失ったが、幸い命に別状はなかった。全ての陰謀の首謀者は全夢の主のゴフェルとされていたが、俺たちが到着した時には彼はすでに亡くなっていた。彼には裁判が待っている。それ以上のことはファミリーも明かそうとしない。結局一般の人は調和セレモニーは悪の勢力に襲撃されて、ファミリーは美しい夢を守る責任を果たさなかったとしか思ってないから、ファミリーの信用はガタ落ちしてるってことだよね。事実とは違うけど影響を最小限に抑えられたとは言えるのかも。結局のところ誰が覚醒してて誰が寝たふりをしているのかはわからない。彼らは途方に暮れると目を覚まして、危険が去るとまた夢の中に戻るんだよ。開拓の輝きを3倍あんたたちに敬意を表してね。また会えて嬉しいよ。でも再会の後にはお別れが待ってるかもしれない。請求列車はいつピノコニーを離れる予定なの？もうしばらくはいるつもりだ。まあそれほど長くはならないだろうが。じゃあこれが最後のお別れになるかもしれないってこと？だとしたら何か物足りない感じがする。音楽？
雰囲気？ああ、特別なカクテルかも。この場にいない人たちに捧げるためのね。うん。このカクテルは荘厳で厳粛で、それでいて唯一無二であるべきだ。だってあの英雄たちを記念するためのものなんだから。地下に眠る七死人、そしてギャラガーを。の準備はできた？さあ、この前店で会ったきりギャラガーには会ってないんだ。思い返してみると、彼はいつもひっそりとやってきて、このカウンターで私たちはどんなことでも話した。でもギャラガーがドアから出ていくとき、ただ今は少し予感がするんだ。もしかしたら始める前にあんたの仲間と話してきたら？そう？じゃああんたの言う通りにしようか。作るドリンクについてはだいたい考えてあるの。苦いのにするか甘いのにするか。溺れる甘さ、作るのが難しいカクテルの一つ。材料の比率を少しでも間違えると、逆に正しい比率で材料を配合できれば、唯一無二の甘さと悪くない選択だね。早速作るとしようか。言葉はいつも物足りない。もし過去の出来事に終止符を打ちたいなら、このバーでカクテルを作るのが一番いい方法だよ。全ての思い出と感情を一緒に注ぎ、よく混ぜ合わせ、時間のフィルターに通すと、グラスの中に残るのは味わい深いものだけになるの。よし、できた。地下に眠る七死人たち、そして私の友人ギャラガーに敬意を表し、自由の精神は遠く離れた星々まで伝わり、その余韻は外の世界に受け入れられなかったからこそ、私たちはここに集まった。いつの日か私たちの魂が同じ場所に帰ることを願って。乾杯。じゃあこれも持っていって。この最後のドリンクは特別に多めに作ったの。過去は煙のように消えるけど。ありがとう。きっと忘れられない味になるだろう。もしギャラガーに会えたら、彼にも一杯飲ませてやって。あの人の好みにも合わせてるから、きっと気に入ると思う。さあ、おしゃべりはここまで。あんたたちにはまだ仕事があるんだから。請求列車もピノコニーもこれから長い道のりが待ってるんだから、さあそれぞれの明日に向かって進んでいく。オーディ、本当に厄介ですね。ピノコニー存亡の危機にまさか上場という手を使ってくるとは思いませんでした。ええ、なかなか度胸があるわね。だからこそ、でも勝利の天秤はまだどちらにも傾いていないわ。どんなに大きな声で叫んだところで。はい、あちらは承諾してくれました。ただ到着にはもう少し時間がかかるそうです。その方が好都合だわ。アメは無知の後に出すべきだもの。今回は強姦理論の段階が省略されそうですね。貪欲な商人が相手なんだから仕方ないでしょ。半端な味のリンゴじゃ問題は解決できない。ところで少し気になってたんだけど、トパーズ、あなたから見てピノコニーは優良な資産だと思う？信用力と利益率が高く将来性もある。今回の災いを経てもピノコニーは依然として銀河でトップクラスの優良資産です。ええ、そうね。でもあなたの感覚からしたら
このプロジェクトは少し退屈かと思ったんだけど。そうですね。アベンチュリンが私を引き込まなければ。あなたは彼を信頼しているものね。私たちにとっては命にも等しい奇跡を彼に託して。それはジェイドさんも同じでしょ。私たちがコールしなかったら、あなたの翡翠をあれほど順調にピノコニーに持ち込むことも。だから私も喜んで自分の王玉を差し出したんです。本当に凄まじい計画でしたね。アベンチュリンが心を決めた以上、誰にも止めることはできない。たとえ運命だろうとね。少し話が脱線してしまいましたね。ジェイドさん、私たちは今後の戦略について話し合うべきなのでは？その必要はないわ。中には私一人で入るから。あなたはゲストを迎えに行って、そのまま私の指示を待っていてちょうだい。わかりました。こんにちは、ロビンさん。ここであなたに会えるとは思わなかったわ。ジェイドさん、こんにちは。調和セレモニーの開会式が貴重石号で行われることになったから、少し早めに来て準備。あなたはオーディさんとは話せた？ちょうど今から会いに行くところなの。ロビンさん、あなたは彼のことをよく知ってるかしら？残念ながら私は会ったことがないの。ただゴーク家の前当主から少しだけ評判を聞いたことがあるわ。じゃああなたは宴の星の未来はどうな？一度は止まった貴重石号が再び出航するのと同じように、調和は新しい方向性を見つける必要がある。過去と決別しなければ永遠の盟友も永遠の敵もいない。この取引からお互いに望むものを得られるようね。私もあなたの歌を楽しみにしているわ。ええ、ジェイドさん、また会いましょう。さあ、話し合いを続けましょう。もう対策を練ったのですか、ジェイドさん。トパーズには他の任務があるの。またすぐに会えるわ。今は話し合いを続けましょう。私の気のせいでしょうか。先ほどまでとは随分と雰囲気が違うようですが。後輩の前ではいい手本を見せないといけないもの。交渉の場で無遠慮な口を聞くのは良くないでしょ。今なら腹を割って話せるわ。オーディン、知ってるかしら？過去重琥珀期において宇宙史上の変遷を経験した商人はあなただけではないのよ。面白い。これは面白くなってきましたな。腹を割って話すですか。いいでしょう。私は何でもオープンにするのが好きで。残念だけど、私はチェックメイトしてから駒を動かす主義なの。結論から言いましょう。まず第一に、第二に、あなたはカンパニーのピノコニーへの進出を止められない。私たちには時間と方法がいくらでもある。適切な突破口を見つけ、あなたが言ったことそっくりそのまま返させてもらうわ。あなたのメンツを守るためにも。面白い。実に面白い。猫をかぶったお嬢さん、よくそこまで大口を叩けますね。オーディさん、忘れないで、カンパニーは宇宙で最も大きな宣伝メディアを持っているの。あなたがピノコニーの株式公開の情報を流した次の瞬間、ファミリーによるピノコニーの保護は無効となった。無境の中で事故が起こった場合、全銀河がピノコニーに注目している時に、この一つのメッセージだけで24システム時間以内にルーサン兵を価値のないものにする。本当にそんなことができるとでも？私の無知は長いから、ピアポイントにいたとしても簡単にあなたの首を絞められるわ。でも
その愚かな上場計画を中止するなら、カンパニーもあなたを筆頭とする当主たちの利益を損なわないと約束する。私たちにもアスデナの盟友が必要なの。カンパニーはピノコニーの資金調達を援助することができる。まずは株式の 30% を買い取ることから始めさせ。 30%。 あなたたちが今以上に強欲にならないとだ。それこそが全てのポイントなのよね。答えは誰にも保証できない。全ては自覚と尊重次第。少なくとも取締役会は当主たちのメンツに多少は配慮するはずよ。オーディさん、あなたは賢い。わざわざこんな大掛かりなゲームをしようと考えたのは、自分のビジネスの手腕を見せつけることでファミリーの利益を少しでも多くしたかったからではないの。ほどほどにしておいた方がお互いのためだけれど、それでもまだ足りないと思うなら、それは大方宴の星の影響力をさらに拡大させ、より多くの客を呼び込んでお金を使わせるというピノコニー上場のもう一つの目的があるからでしょ。もちろんその要求にも対応できる解決策を用意しているわ。いいでしょう。カンパニーの誠意は分かりました。ルーサン家の当主として拒む理由はありません。ただアイオーオンを信仰する者として最後の答えをいただきたい。続けてちょうだい。私が子供だった頃、大人たちから古代琥珀期の話を聞きました。調和のシペは昇格し、秩序のエナは没したと。その昔、秩序とソンゴはとても近しい関係だった。カンパニーは琥珀の王の信徒でありながら、なぜ秩序の側に立たずファミリーとの協力を求めるのですか。その答えはあなたが思っているより単純かもしれないわ。信用ポイントよ。人々が何よりも愛する宇宙で唯一認められた恒常的価値を持つ通貨。カンパニーにはね、その価値が決して減少しないことを保証する力があるの。信用体系に新たな世界が加わるたびに、宇宙平和の事業は一歩ずつ前へと進む。そして外貨、資本、貿易といったものが全て統一された通貨体系に組み込まれる。そうして全ての星の発展は帳簿に記録され、明確なものとなり、あらゆる概念は定義され、評価され、交換され、流通する。その中心にあるものこそクリフォトの信用なの。そしてカンパニーは全てを操れるようになるということですか。私たちは永遠の尊厳を築きたいだけよ。あなたも理解できるでしょ。一つの宇宙に二つの秩序は必要ないと。結構結構、いやー参りました。それでは教えていただけますかな。その解決策とやらが何なのか、私たちの考えていることが同じかどうか確かめてみようではありませんか。それじゃあさっきの話を続けましょう。トパーズ、飴を案内して差し上げて。ご足労感謝するわ、姫子さん。オーディさん、こちらはピノコニーの未来の株主の一人、請求列車の
姫子さんです。オーディ・アルファルファさん、お噂はかねがね、請求列車の代表としてお会いできて光栄だわ。はっはっは、やはりこちらの美しい女性が請求列車のナビゲーターでしたか。こちらこそお会いできて光栄です。提案の大まかな内容については皆さんすでに理解されていますよね。予定通りこの融資が終わったらカンパニーはピノコニーの株式の 30% を保有しようと考えています。そしてそのうちの 5% を請求列車に譲渡した後、姫子さんを独立取締役として推薦します。これは今まで七死人たちが夢の地のために払った犠牲と貢献を称えるためのものと考えてください。まだ何も決まってないけれど、ここにいる皆さんが列車の開拓の道を認めてくれたのなら、これほど嬉しいことはないわね。七死人は名声や利益のために旅に出るわけじゃない。でもファミリーとカンパニーが望むのであれば、私たちも取締役としての責任を果たすつもりよ。乗員全員の評決を取って、請求列車はピノコニーの再建事業に協力することにしたの。それと今後の旅では宴の星の美しい夢をより多くの世界に届けるために力を尽くすわ。もちろん全ての協力はある前提の上に成り立ってる。それはピノコニーが貫く調和の道が再びねじ曲げられることも、同じような悲劇が繰り返されることもないようにするということ。いいわね。この件は片付いたようなものですね。残りの当主たちは、彼らもきっと状況を理解するでしょう。最後の質問をした時、正式な会談はいつ開きますか。こちらで手配しておきます。あなたに任せるわ。これからの交渉も業務の引き継ぎも全部。ジェイドさん、それは、この案件はもともとアベンチュリンが引き受けてきたもので、私が今日ここに来たのは一番難しい問題の解決を手伝うため。あなたならこの案件を上手にまとめられるわよね、エレーナちゃん。もちろんです。ダイヤモンドさんにも大丈夫だと伝えてください。安心して、ダイヤモンドはいつだって私たちのことを信頼しているわ。それにしても機長席号、本当に素敵な船。この飛行艇でもボーンショップ翡翠を開くつもりですか。だってこんな機会は滅多にないもの。この船の客層を見てみなさい。彼らからならきっと価値ある宝物をたくさん手に入れられるわ。じゃあ質屋は店主がいないと開けないから、また後でね、トパーズ。あ、待ってください、ジェイドさん。もう一つなら何かしら。あの無知ですが、あれはどこから情報を得たんですか。私が情報を見つけたんじゃなくて、情報が私を見つけたの。それは調和の未来を案じる少女から寄せられたものだった。その代わりとして私も彼女のために何かしてあげる必要はあるけれど、わかった。これが投資よ。チャンスの種は土の中に埋められていて、少し栄養を与えてあげれば根を張り芽吹く。ちょうど私が待っている最後のゲストもそろそろ。より簡単に潜入できた。ファミリーの警備って
相変わらず甘いんだ。ここが貴重石号。本当に豪華だな。担保で願いを叶えてくれる質屋。そんな場所、この船に本当にあるのかな。一つあったわ。オーディさんと話し合って決めたの。ピノコニーに対する七死人の貢献に感謝して、ファミリーの名義で請求列車に贈り物をしようって。あなたたちもその準備を進めてくれるかしら。かしこまりました、ロビンさん。あ、こんにちは、お嬢さん。どうかしましたか？質屋への行き方って知ってる？質屋…ああ、レディ翡翠の部屋のことですね。確かに彼女は特別なサービスを提供していると聞いたことがあります。位置をあなたのデバイス上でマークしましたので確認してみてください。あんたの宝箱は私のものだから。誰が賭けをすると言いました？私が言った。元気いっぱい。相変わらずだな。ごめんね。私は先にレディ翡翠に会いに行かないといけないの。貴重石号支店へようこそ。お嬢さん、お名前は？私のことはサミュエルって呼んで。サミュエル、素敵な名前ね。それでサミュエルさん、あなたは何を望むの？私は行きたいの。その願いが叶うなら自分の全てを担保に入れたって構わない。自分の全て？うん、全て。サミュエルさん、悪いけど帰ってもらえるかしら。あなたは質屋の定義を十分に理解してないみたいだから。どういう意味？文字通りの意味よ。あなたからは強い生存欲が感じられる。そっか、やっぱり質草で願いを叶えてくれる質屋なんて。厳しい非難ね。あなたが理解できないのも無理はないわ。でも大丈夫、これから私がはっきりと理解させてあげるから。この人たちに会いに行きなさい。彼らは私の質屋に来たことがあるの。終わったらここに戻ってきてちょうだい。そしたら質屋の意味も、あなたに何が欠けているのかも。あのレ…どれにしようかな。単語の言う通り。勝手に言葉を変えるな。今はタイミングが悪いかも。ごめんね。後で時間があったら声をかけるから。身の程知らずの小娘め。バカなこと言ってないで。さあ、この一回の勝負で決める。私の全財産をかけるわ。おう、随分威勢がいいな。いいだろう。そこまで言うならお前の。私本当に勝ったの？バカ、ありえない。これまで俺に10連敗してる相手に。本当だった。レディ翡翠は本物だった。捨てる神あれば拾う神あり。プレゼントがあるんだ、これ。わあ、素敵なネックレス。猫目石？すごく綺麗。私が猫目石のネックレスが好きだってどうして分かったの？しかも紫色で、まるでパパが若い頃にママに送ったネックレスみたい。あの、その僕と付き合ってくれないかな？うん、いいよ。え、本当に？前に告白を断ったのは、デルは私の好きなものなんて知らないと思ったからなの。でもこのプレゼントで分かった。あなたはずっと私を見ていて。よかった。本当に願いが叶った。行こう、ドロシー。外に出て一緒に12の時の景色を見よう。うん、
行こう。表にいるあの灰色の髪の人、変なものは見なくていいから。ほらあの人、なんか情緒不安定そうだね。あれは開拓者。時間があったら声をかけるから。聞き間違いではありません。奴を捕まえました。奴はピノコニーの太陽の時に隠れていました。身分を偽り、折り紙大学の教授になっていたのです。ファミリーとも話をつけました。身柄の引き渡しに関する手続きについてはそちらにお任せします。どうやって捕まえたかですか。高貴な方の助けを借りたのですよ。22年も奴を追いかけ、銀河の隅々まで走り回りました。まさか最後に。とりあえず切りますね。相棒、自分に乾杯しなければ。あなたが言ってた人たちを見つけたよ。ポーンショップ翡翠を訪れた後、あの人たちの願いは確か。でもあなたが私に何を見せたいのかいまいちわからないの。焦らないで。これはただポーンショップ翡翠が本物であると信じてもらうためのものだから。デルは裕福な家の子息で、ずっとドロシーに片思いしていたんだけど、なかなかうまくいかなかった。だから彼女の心を射止めるために私と取引したの。カンパニーの情報網と人脈を使えば簡単なことだったわ。でもデルはすぐに部屋代を払えなくなって、あのネックレスが二人の愛をつなぎ止めることを祈るばかりね。ギャンブルが好きなステイシーは絶大な幸運を手に入れたいと願っていた。でも彼女には担保に入れられる財産が何もなかった。ポーンショップ翡翠を出た瞬間から宇宙中のカジノはステイシーという名前を覚え、両親や兄弟は彼女との関係を断ち切った。幸運によって無限の富を手に入れることはできても、それを大切な人に使うことは。ウォーカー刑事は20年もの間ずっと悪名高い犯罪者を捕まえようとしていたけれど、なかなか相手の行方をつかむことができ。彼が担保に入れたのは自分のストレージシステムよ。もうすぐ彼の刑事としての記憶は消去され。面白い現象でしょ。私は彼らの願望を叶え恩恵を与える。人は他人の願望が叶うところを見たとき、自分も同等の願望を持つようになる。本当にキリがないほどの願望をね。私が一番得意なのは待つことなの。さあこれで自分がどんな代償を支払うべきか分かった、サミュエルさん。グラモスの鉄器の生き残り AR26710。 全然驚かないんだね。あら、思ったより落ち着いてるわね。ロストエントロピー症候群なんて本当に災難。そうでしょ。グラモス人は共和国最強の武器が他人の手に渡らないようにするために戦士たちの遺伝子を編集してそうした保険をかけた。その代価は敵たちは人とみなされていなかったから、当然代価なんてものも存在しないわよね。でもあなたは違う。
今は性格ハンターであり、ホタルであり、生きている生命体だもの。行きたいと思うのも当然でしょうけど、かつての早急戦線は滅び、カンパニーならどうにかできるって言いたいの？希望がないわけじゃない。これ以上は言えないわ。なるほどね。だから私には10日の担保が出せないって言ったんだ。私自身の全てに意味がないから。あなたが求めているのは、私が生きていくために仲間を鎖につなぐこと。残念だけど、そういうわけでもないの。仲間、いい言い方ね。この言葉で性格ハンターにもっと興味が湧いたわ。あなたたちはそれぞれ特別な立場があって、銃の赤心がダイヤモンドに従うように、あなたたちにもリーダーがいるんでしょ。それは一体どんな人物なのかしら。他の性格ハンターたちも終焉の運命を歩みながら、運命とは逆の方向に進もうと躍起。機会があれば、あなたたち全員に私の質屋に来てもらいたいわ。それはダイヤモンドがカンパニーに内緒で性格ハンターに出した招待状だと思っていいの？いいえ、できればカンパニーを代表するものでも、戦略投資部を代表するものでもなく。性格ハンターとカンパニーにはいろいろ接点があるけど、銃の赤心と関わったことはない。あなたの提案は伝える。私の正体を知ってるなら、仲間がこの部屋を監視してる可能性があることも分かってるよね。彼女がその気になれば、ほんの数秒で。こんなのにどうして捨て駒になるリスクを背負ってまでダイヤモンドのために。そんな、それはね、結局のところ、私たちは同類だからよ。でも性格ハンターや請求列車とは違って、私たちが集まっているのはそれぞれ必要なものを手に入れるため。銃の赤心は10人とも異なる羊を持ち、それぞれに帰するところがある。その道のりは短いかもしれないし、長いかもしれない。私たちの心には穴が開いているから。そしてダイヤモンドは約束してくれた。孫悟の指令の体験を10人に分け与え、肉体は弱くとも我が心は輝く石のように固い。これで分かったかしら。これはただの誓いではなく、私たち10人が担保に入れたもの。その代わりに私たちはチャンスザ、それによって赤心はより揺るぎないものとなった。そしていずれ訪れるであろう神々の戦いにおいて、孫悟の偉業を成し遂げるのよ。分かった。行きなさい、お嬢さん。すぐに答えを出す必要はないわ。さっきも言ったように、私が一番得意なのは、ま、もし運命が本当にそのページを開いたら、また会うことになるだろうね。でも残念ながら、この質屋は私の願いを叶えられない。私がピノコニーで最後にやろうとしていることも希望という形で終わることになる。レディー翡翠、担保として約束していたものを引き渡しに来ました。ピノコニーの未来を決める会談、思ってたよりずっとスムーズにいったな。もうすぐ調和セレモニーの開会式が始まるし、うん、会場に行ってみよう。